早く戻りましょう。でないと私たちみんな呪い殺されてしまいます。さっきからそればっかだね。怖いんだろ。ね、幽霊も見えなくなったし、今のうちに帰れば幽霊だって見逃してくれますから。ここまで情けないやつだとは。あ、隊長、あそこ。よし、追うぞ。逃げましょう、ね、隊長。ハンナ、そっちもで。うん。あ、ちょっと、あ、いやあ、なんか光ってるよ。明るい。なんか昼間みたい。あ、どうしたのアリア。あれ。おお、でっかい火の玉。ひょっとして幽霊の親玉。隊長、逃げましょう。今なら間に合います。でもよく見ろよ。見ないとわからないでしょうが。いや、押さないで。幽霊じゃないって。なんだ、コケじゃん。光ゴケだよ。これが幽霊の正体。昼間歩いて気づいたんだが、この森にはそこら中に光ゴケが群生してるんだよ。多分ネズミかなんかがこいつをつけたまま兵糧庫に忍び込んでるんだろ。それが走るのを見て俺たちは幽霊と思ったわけ。じゃあ昨日の話は全部嘘なんだ。そうなるね。つまんないの。幽霊話なんてそんなもんだよ。そうですよね。考えたらこの世に幽霊なんているわけないんですよ。ま、いいじゃないか。アリア、これで夜景だってできるだろ。そんなの当たり前じゃないですか。私がいつ嫌がったんですか。いつだったかな。ずっとじゃん。え、そうだって。まあ、細かいことは気にしないで早く帰りましょう、隊長。明日寝不足で仕事したいんなら遊んでてもいいけど。分かった、帰る。ほら、隊長も行きますよ。へいへい。アリハトが落ちたか。早すぎるな。隊長、お茶をお持ちしました。ありがとう。どうした？いえ、何をお読みなのかと。ああ、これ、ジュシスからの報告書。拝見してよろしいですか？いいよ。失礼します。アリハトが落ちた。もうですか？ああ、たった3週間でだ。でも、よかったですね。ひとまずは作戦が順調に進んでるってことですし。そうかな。何か問題が？ボルボレードほどでないにしろ、アリハトだってルーシエラの重要拠点の一つだ。にしては脆すぎる。気の回しすぎだと思いますが。そうかな。はい、南方戦線の停滞は全て雨季が原因と聞いています。今の時期なら早期攻略も可能かと。ダイダロス様たちが雨季を避けるために頑張られたんですよ、きっと。だといいけどな。それよりもうすぐ巡回の時間ですので、
ちゃんと用意しておいてくださいね。飯は？心配しなくても、食事はハンナが用意してます。できたら迎えに来ますから。怒ると体に悪いよ。失礼します。今日はハンナが当番か。うん、もうすぐできるから待っててね。毎日ハンナが当番だったらいいのにな。なんで？今日は天国、明日は地獄。アリアに怒られるよ。口止め料は労働でいいか。隊長が手伝うの？ああ。いいよ、邪魔しなくて。少なくともアリアよりはできる。まあ自慢にはならないと思うが。そうだね。でもまあいいや、ちょっとだけテストしてあげるね。今日の夕食のメニュー、それは何でしょうか？ミネストローネ。だから言ってるだろ。なんか意外だね。で、何を手伝えばいいんだ？別にいいよ。まだ信用してないのか？信用っていうか、そんな忙しくないし。テストは？あれ？ただの暇つぶしだよ。お部屋で寝ててね、隊長。また今度手伝ってもらうからさ。わかった。隊長、ご飯できたよ。今行く。早く来なきゃなくなっちゃうよ。ゴッドさん。何食えないよ。アリアは？私ももういい、ありがとう。じゃあ私が全部食べよう。ハンナ太るよ。いいもん。隊長、今日の巡回コースですが。今日は南の方まで足を伸ばすか。そうですね。まだまだ地図が不完全ですし。ってハンナ、それくらいでやめといたら？だってもったいないじゃん。南に下ってから海岸沿いに足を伸ばして。海あんの？あるよ。ずっと南に下がったら。やったー。隊長、水着持ってていい？水着。ハンナ、遊びに行くんじゃないんだからね。いいじゃん、ちょっとくらいね。隊長、いいよね。隊長大好き。でもま、ちょっとだけだぞ。ん？はあ、何疲れてんだよ。ですから真面目にやってください。いいじゃないか、泳ぐくらい。そうだよ、暇なんだから遊んでもいいじゃん。だから勤務中でしょうが。勤務ったってアリア、敵いないじゃん。敵がいなくても仕事はちゃんとしなきゃダメでしょ。固いな。いいですか？たとえ今は日陰の身でも、真面目に仕事さえしてればきっと誰かが認めてくれるんです。誰も見てないと思うけどな。逆に不
ふざけた勤務ばっかりしてたら、もっと抜粋の基地に飛ばされてしまうんですよ。隊長、水に持ってかないの？そうだな、取りに行くか。って、人の話を聞け！大丈夫だって、ここより抜粋の基地なんてないから。もう、好きにしてください。隊長、アリア半泣きだよ。アリア？なんですか？お前も水着を持って。左手に小高い丘、その向こう側に小川があって、あれは廃村だな。はい。書いたか？もうすぐです。ねえねえ、ちょっとハンナ、引っ張らないでよ。線がずれるでしょうが。早く海行こうよ。これが終わったらね。いいじゃん、そんなの適当で。あんたね、もうちょっと真面目に仕事を。アリアだって水着持ってきたくせに。やっぱり周りに合わせた方がいいでしょ。泳ぎたいなら泳ぎたいって言えばいいじゃんか。私は別に。アリア、終わったか？あ、はい、終わりました。これで全部終わったな。じゃあ海行くか。やった！でもどこで着替えるの？そんなのどこでもいいじゃん。ほら、行こう行こう。どこでもって。何？何？廃村の方だな。またです、隊長。海は？海はまた今度。仕方ないでしょ。これ着ていこっかな。バカ言ってるとブツよ。それはそれで美味しいな。二人してぶちましょうか。行くぞハンナ。何なんでしょうか、これは。何って、死体。そんなことは分かってます。私が言ってるのは。隊長、あっち。行くぞ。あああ私に盾つくからこうなるんですわ。よくお分かりになりまして。死んでるんでしたわね。あっ、何なんでしょうか、あれは。さあ、関わらない方がいいと思うよ、私。俺もそう思う。帰るか。そうですね。そこですわ。ちれ。死ぬところだったでしょ。死ななかったんですからいいじゃありませんの。それよりあなた方は何者ですの？それはこっちの質問よ。私？よくぞ聞いてくださいましたわ。私こそ辺境の魔女と恐れ敬われたセシル・フォーワードですわ。驚きまして。おお、辺境の魔女？帰んなきゃバカが映るよ。そうだな。ちょっとお待ちなさいな。人に名乗らせておいてそのまま行くつもりですの？いや、ここは失礼した方がいいかなと。名前くらい名乗るべきじゃございませんこと。セシル姉ちゃん。子供？何
て子供がいいの？こら、エイト、小屋から出てはいけませんわ。君の子？まあ、そんなところですわ。他にもいるの？そうですわね。あと10人くらいいますわね。10人も産んだのか？私が？冗談はおよしになっていただきたいですわ。この私のすっぱらしいプロポーションがお見えになりませんこと。自分で言うか。子供など産んでいてはとてもこのような究極のプロポーションは保てませんことよ。じゃあなんで一緒にいるの？まあそれは話せば長くなりますが。なるほど、取り残された孤児たちを守って暮らしてるってわけか。そういうことですわ。よくお分かりになりまして。ああ、大体。でも隊長、いつまでもここが持つとは思えませんし、どこかに避難させた方がいいと思いますが。そのうちモンスターにやられちゃうよ。そうだな。セシルって言ったっけ？俺たちが近くの村まで送るよ。あら、そんな必要ございませんことよ。この子たちにはこの辺境の魔女がついていますもの。ちょっと、ここに居座るつもりなの？当然ですわ。この私がたかがモンスターごときに背を向けられると思いまして。そんなくだらない意地で。意地じゃありませんわ、プライドですわ。同じじゃん。全然違いますわ。意地っていうのは裏打ちのない自信であって。そんなこと聞いてんじゃないわよ。何を怒ってるんですの？怒ると体に毒ですわ。あなた一人で一体モンスター相手にいつまで支えられると思ってるのよ。いつまでですって？ちゃんちゃらおかしいですわ。この私が負けるわけ。あら、隊長、囲まれた。たかがモンスターに囲まれたくらいで取り乱すなんて弱虫小虫ですわ。セシルとか言ったっけ？下がってる。下がれですって？なぜ私が下がらないといけませんの？あんた民間人でしょうが。おお、そんなこと関係ありませんわ。強い者が戦う、それが当然ですわ。あんたはそれでいいかもしれないけど、あなた方こそ下がってた方がいいですわよ。私の超ビューティフルな魔法に巻き込まれても知りませんことよ。下がりなさいって。絶対に嫌ですわ。このハンマー。セシル、何ですの？子供に怪我させたくなかったら下がってろ。行きますわよ、行くぞ。はい。行くぞ。
行くぞ。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 
行くぞ。セシルは？心配には及びませんわ。かすり傷一つございませんことよ。そうか。さあエイト、戻りますわよ。ちょっと待ちなさいよ。まだ何か用がございますの？避難しなきゃいけないでしょ。あなたに命令される言われはありませんことよ。なんですって？手を貸していただいたことには感謝いたしますわ。でもそれとこれとは別ですわ。どうしてもここに留まるっていうの？当然ですわ。私が逃げる理由なんてありませんもの。さっさとお帰りなさいですわ。あんたね、別にいいんじゃないの？え？隊長？来たくないって言ってるやつ連れてっても仕方ないし。でも隊長。しょうがないでしょ、本人が嫌だって言ってるんだから。物分かりのいい人は好きですわ。まあ俺たちが報告しなきゃここのことが表沙汰になることはないんだし。おい、そんな言い方することないじゃないですか。そうだよ、なんでそんなこと言うの？だって無理強いできないもの。そんなことしたら逆に訴えられるよ。でも、まあ巻き添えになる子供たちはかわいそうだけど、ここは諦めて帰ろうよ。俺たちがぐーっと我慢すれば全ては丸く収まるんだし。じゃあそういうことで、せいぜい頑張ってください。あ、隊長！ちょっとお待ちなさいな。ん？わかりましたわ。じゃあまあ天下無敵強力武装最速兼備のこの私がついていれば、そんなこと万に一つもありませんけど、そこまで言うんでしたら子供たちを預けて差し上げますわ。本当？その代わり一人でも怪我させたらただじゃ済ませませんことよ。わかったよ。それじゃあエイト、みんなを呼んできなさいな。うん。じゃあ私はこれで失礼しますわ。え、一緒に行かないの？当然ですわ。あの程度のモンスター相手に逃げ出せるわけありませんわ。まだそんなこと。私の勝手ですわ。あなたたちに迷惑はかけませんわ。いや、それは困るな。なぜですの？これでかわいそうな子供たちはいなくなりますわ。もう問題ありませんことよ。いや、こもりってのはどうも苦手なもんで。あ、それなら大丈夫だよ。あたしこ、できればこもりのできる人間についてきてほしいんだよな。なあ、アリア。え、あ、そうですね。できるならお力を貸してほしいんですが。
まあそうですの。じゃあ仕方ありませんわね。あなた方がそこまで頼むのならついていって差し上げますわ。助かるよ。ありがとうございます。そうと決まれば出発の用意ですわ。ああ、隊長、子守だったら私にもできるよ。仕方ないだろ、ああでも言わなきゃついてこないんだから。え、じゃあさっきの嘘なの？決まってるじゃない、子守なんて誰にでもできるんだし。それより隊長、これからどうするんですか？